生体復元創造図、エルドニアとは、スミエ動物群及びバージェス動物群に属する動物、全滅種、皿のような形の動物である。エルドニア族の種としては、以下の3つが知られている。ただ、それぞれを別族とみなす学説もある。オルドビスキでも、その禁煙種の化石の存在が確認されている。エルドニアエルドニアベルベラエルドニアラドウィックブエルドニアは、 古生代カンブリア期から知られる動物化石でバージェス生物群、スミエ生物群のどちらからも知られている。化石そのものは円形でのめらかなもので硬い組織からなる部分はない。直径は最大で20センチメートル程度。円はやや波打っており全体に放射方向のシワがある。これは体内の隔壁で体を支えるものとみられる。また、 同心円のようなシワが見られ、これは変円成長を行っていた証拠とも言われる。往々にして複数がまとまって発見される。中央付近にやや着色した管があって、これが消化管と考えられている。この部分は中央付近で平面の螺旋状に一巡りし、両端は中心をやや外れた位置にある。その片方の周辺には触手らしきものが見られる。触手は、 口のそばに体をなす塊になって生じていたらしい。その他、ハーシ動物のミクロディクティオンやパウキポディアが一緒に見つかることから、これらはエルドニアを宿主として生活していたのではないかとも考えられている。この生物は、バージェスの化石に基づいて1911年にチャールズ・ウォルコットが記載したものであり、彼はこれを浮遊性の生子類とみなした。マドセンはこの見方を踏襲し、 先に消化管とした部分は生子の胴体であると考えた。そして円盤状の浮き袋があり、その仮面から生子の本体である細長い胴体がぶら下がっていたという復元図を示している。しかし、ほとんどの研究者はこの部分を消化管であり、円盤状の胴体に内蔵されていたとみなしている。ダーハムは浅いお皿型で水中に皿を伏せた姿勢で漂う。 中央がやや盛り上がった姿に復元した。触手は口の周りにささやかに広がる形である。おおむねはダーハムの復元が指示されている。なお、分類上の位置については議論がある。古くはクラゲ類ではないかとの説もあった。現在ではそちらは取り上げられないが、ナマコ類という判断そのものには疑問が向けられることも多い。 浮遊性のナマコという発想そのものは決して突飛なものではなく、原生種にもクラゲナマコというのがある。これは触手の部分が広がってクラゲの傘にあたる形になったもので深海性の種である。しかしエルドニアの場合、ナマコと判断できる特徴は乏しい。観測や二体など極秘動物に特徴的な構造は見られないし、合法者総称でもない。 ただしそのような特徴が見られないナマコは、原生でも少なくない。消化管が渦巻く配置を取るのはよくあるが、ナマコ類では普通は先端から後端まで直線的であり、この動物のように口と肛門が同じ側に開くのも例がない。海底に半ば埋まった、触手動物としての生態復元創造図このほか、触手動物門に属するのではないかとの説もある。軸は、 この動物がディノミスクスラと同一の分類群に属するものとみなし、まとめてエルドニアズなエルデニーイディアを立てる提案をした。これは、口のそばにある触手が触手感を構成しているとの判断によるものである。他に口と肛門の位置関係なども共通している。しかし彼の見解はむしろ、上気のような理由で生ことは考えられない、という否定的判断に基づく面が強いようである。 また、軸はその生態についても全く異なる見解を示した。化石では、ミクロニクティオンなどが一緒に見つかることから、これらの動物が、浮遊性の、この動物に付着していたとの考えがあったが、これをむしろ定在性の動物であった証拠とみなし、盛り上がった側を浅く、泥にめり込ませるようにして、定性生活していたとの判断をしている。ウィキスピーシーズには、 エルドニアに関する情報があります。ウィキメディアコモンズにはエルドニアに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。